どうもそこはチャンネルだー今回なんですけども1952回ロートシックス解説動画やっていきたいと思いますでー、はい、と今回なんですけどもちょっとね先にお伝えしておきたいのがあのー、ちょっと体調悪いですはい で、あの別に撮影できないレベルっていうわけじゃないんですけど、なんか今日仕事中にこういろんなところウロウロしてたんですけど、急にあのくしゃみが止まらなくなって、で、なんだろうと思って、あの別に僕花粉症とかあんまりそういうのないんですよ。で、よくよく考えたら僕あの土曜日、あの体調が悪くて、ちょっと熱があってさ、7度4分ぐらいの微熱なんですけど、で一応薬飲んで、次の日出張だからと思って、 で、ええー、まあ、安静してたんですよね。で、出張行く前にじ、えー、逮捕かかったら全然行けるやんよって。よかった。で、出張月曜日、えー、日月で行って、で、今日火曜日じゃないですか。まあ、っていうか、あの、撮影してるのが火曜日なんですけど、なんか、ぶり返したのか、ちょっと、 あの、また熱がね、えー、戻ってきていて、まあ本当にあの全然撮影できるレベルではあるんですけど、まあもしかしたらちょっとこう鼻声だったりとか、ちょっとこう若干台本読み間違えたりなんかもね、あるかもしれませんけども、まああの、こういう時にね、なんか頑張ったらいいことあるかなって思ったりするところもあります。はい、ということで、えー、早速ですね、解説動画やっていきたいなあと思います。 はい、行きましょう。えー、まずは、10回分。えー、状況を見ていこうぜ。ということで、こちらでございます。1942回から1951回の10回分でございます。はい。で、えっ、ー、と、まず、えー、何か、えー、全部答えが載ってますかって食べて、そういうわけではないんですけども、もしかしたら答えがあるかもわからないけども、ひとまず確実にわかっていること、わからないといけないこと、えー、こういうところを、まあ、少なからず読み解いていく必要があるね、ということで、えー、あれかえですね。いわゆる難しいよねー。 って言われてるあれかいそして、えー、そうじゃない普通かいこれまずどれぐらいの割合なのっていう話と、で、あれかいってどんなもの普通かいってどんなものっていう話もしていきたいなというところでございます。で、ひとまず、えー、現状ですね、直近10回で見たところ、えー、私の定義するあれかいというものは、えー、いわゆる、同じ桁もの、ものが3つ以上出た場合ね、3つを含むんですけども、あの、要はなんでそれがそうなのかっていうと、要は6つ選ぶゲームなのに、3つ、例えば1の桁3つ並びました。 えちょっと怖くないえ、あごも当たらへんわ、みたいな感じ思っちゃいがちじゃないですか。 で、えー、僕は買いにくいなと思っているので、まあそれを荒れ替えとしているんですが、現状その荒れ替えがですね、なんと素晴らしいでございます。70%! すごいねもう荒れ替え貴重だねっていうのは非常にわかりやすいところであるというところではございますが、えー、ひとまずこちらですね、えー、荒れ替え、まあ先ほど申し上げたように10回中7回起きてて70%に起きる現象だと。では、どの桁で起きてるか見ていこうぜということで、えー、現状なんですが40万台を省く1 えー、この4つのつ桁、えー、全部起きてます、はい、で、えー、今一番起きてるんで1の桁10の桁30の桁で2回ずつ起きてますで20の桁はちょっと少なめで1回で、えー、唯一ないのが40の桁なんだよという話なんですけど40の桁はもう多分もうあれかいならないと思っていいと思いますあの100%ではないんですけども。 非常に高い確率であの40番のあれかいは起きることは非常に少ないと僕は睨んでおりますので、まあそのあたりはまあ僕は全然無視するんですけど、はい。で、えー、まあ、あれかいね、まあ今だから起きてるよっていうのがまあ非常に当たり前に近い状態になってるということは、つまり何を言いたいかと、伝えたいかというと、単純に同じ桁のものが3つ出ること、これはまあ今となっては別に普通なんだというふうに思っておかないといけない。でもまあ今回70%だよね。 いや、今回そんなに起きてるから、今回来なくていい。来ない。来ないで欲しい。なんてね、思う方いれば普通会の買い方をしないといけないんですけど、普通会の買い方って、えー、同じ桁のものは2つまでっていうね、えー、感じで買い分けが、まあ、まずできるやんと。 どういう傾向にあって、今、荒れか来基調か。じゃあ、あれ会の買い方意識しないといけない。じゃあ、普通会来るかもしれない。じゃあ、普通会の買い方意識しないといけない。っていう、まあ、簡単なとこから、え、見ていけばいいのかなと思いつつ、では、荒れ会深掘りしていきたいんですが、こちらでございます。で、えー、荒れ会を深掘りしていくと、えー、ひとまず上下で数字出してますが、上が、まあ、一つでも二つでも出た場合を、1カウントしているものを各桁出してるよと。えー、6回、8回、10回、9回、6回という形で出てると。 で、その下、えー、がその何回か出ている中でも、1個しか出なかったところを、えー、出してます。で、それが、えー、1の桁が2回、10の桁が6回、えー、20の桁が7回、30の桁が4回、えー、40の桁が6回ということですね。まあ何が重要かって、その横に書いて何パーセントだっていうところなんですけど、40番台で、今6回、10回中に、ね、6回出てるんですよ。で、そのうち6回とも全部1個だけの出現だよっていうことが多いので、まあ傾向としては、出たとしても1個だと。 考えることができるんですよね。で、我々やってるゲームって何やってんのと。43個の中から6つ探すゲームやってますよというふうに思ってる方多いんですけど、実は43、43-37イコール6なんぞ。つまり、4、あ、ごめんなさい、く3 3 7イコール6なんぞ。ということは、43の分母を減らすゲームをやってるんだよね。37個きっちり減らせれば、糸取れるよね。まあ別にきっちりじゃなくても、1個ぐらいミスったとしても、ね二等狙えるね。っていうようなゲームやってるんですよ。 で、考えるならば、何をしないといけないか、確実に数をたくさんどんどん37個ね、に近く、正確にこう引いていかないといけない。ってなった時に、要はまあめっちゃ手っ取り早い、誰もが思いつく、どっかの桁1個いっちゃうみたいな、全部バーンっていっちゃうみたいな感じが一番早いわけですね。じゃあそれをするにあたって、今最もえいいのって40、40,41,42,43、40 42 43この4つ、ね。 これ40番台。で、出たとしても1つだ。2等でも3等でも全然いいんですと。という方なんかだったら、40番台も全部カットしちゃったら、えー、とりあえず4つは減るよと。ね。だから39個なるよ。というようなことで、まあ確実に、えー、減らしていけるというようなことなのかなと。で、他も見といた方がいいじゃんという話なんですけど、えー、今で最も危ないよねっていうのは、えー、そうですよね。 パーセンテージだけで見ると、えー、明らかに1のた、えー、10回中6回なんですけども、2回だけが、えー、1つだったということでございますから、1個以上の出る可能性高いので、まあ、この辺ちょっと全開としたら、ちょっと2個いかれたら結構きついぜ、という形になってくるので、まあ、あのー、20番台がいいんじゃないですか。 え、単純に10回中七回出ているんですけあ、ごめんなさい、10回中十回出ているんですけども、7回は1つだけ70%の確率で1個しか出ないから、まあ、例えば40番台の4つカットと、えー、20番台の10個カットしたら、えー、合計で14個カットになるぞと。あもかなりボス減るぞと。いうような形になってくるので、まあ、要はまあ、まず荒れ替えっていうのは何普通替えっていうのは何じゃあ荒れ替えでどこで起きてる ゃあれかいを逆転の発想で見ていくと一、えー、つしか出ないものがあるわけだから携帯が全部カットできるよねっていうようなまああのー、分析ができるわけですねまああとまあどういう番号を選んでいくかっていうのは次の解説見ていただきたいなというところでございます <music> はいいきましょう、えー、トレンド直近10回の分析なんですがこちらでございますはいええー、列ごとにね分析させていただいておりました私一番先頭ね何番が出ようとの一列目の番号ですと えー、例えば18番出たとしても、18番1列目でございましたというね、えー、列ごとにお話しさせていただくことが多いんですが、まあ、だから6列目あるということで、えー、一応ここで何がわかるかというか、とりあえず10回だけで見ても、同じ列で見た場合、えー、10回中10回出現あり得ないと。じゃあ10回中何回連続あるんだって見ていれば、今のところ3回ですね。1が3回出てるし、えー、6列目の43が3回出てると。 いうことがわかるんですけど、じゃあ、それ分かってなんだという話なんですが、あのー、要は、固定番号を敷く方で、何番目に何番の番号を組むの、要は僕の言い方で言うと、列ごとで見た場合、えー、この一列目には僕がこの番号を必ず固定するんですよ、みたいな方いらっしゃると思うんですけど、どれぐらいで変えた方がいいですか今のところ、3ヒット来たら変えなさい。4ヒット、5ヒットって非常に少ないので、はい。3ヒットで変えるのがベタだと。 で、さらにこの表を、ね、横に見ていただければ、例えば6って1列、2列、3列、1回ずつ出ていて、3回出現してますね、と。っていうところで見ていくと、いろいろ他もいっぱいあるんですが、まあ、大体まあ、ここも今ね、 え、横で分析かけたとしても、やっぱりまあマックス3回ぐらいのものが多いので、列固定じゃなくて、特定の番号好きだからずっと買ってますっていう方で、まあたまにちょっと変えたいんだけど、どれぐらいのヒントで変えたらいいかわからない。3ヒット、10回というスパンで3ヒット来た場合変えましょう。 っていうような、まあ、固定番号の見直し時期なんかも分かってくるっていうのが、まあ、こういう表の、えー、見方であり使い方であるというところですね。ではさらに番号ね、要は何を選べないのっていうのが一番重要じゃないですか。そこ見ていくこうってなるとこちら。はい。で、えー、まずこれね、えー、列ごとに見た、これちょっと列、えー、表は横に見ていただきたいんですが、あのトップ3を出してます。 はい、で、えー、赤文字になっているものが前回の当選番号ですよということで、えー、上手に選ぶことができた136282335そしてーナス14ということで1等を狙えているのがこの青い表でございますとここに答えございますと、えー、いうところだったんですよね。なのでじゃあここからどういうふうに番号を選べばいいんだろうと、まあ、とりあえずまあ順位に着目していただいて、えー、3位はもうほぼ出ないというふうに思った方がいいなぜなら41しかないから。 1> まあ4 1字出たらもう残念だったねというふうにしか言いようがないんですけどもまあやっぱりまあ上で見た場合赤字に変わっているものどこが一番多いですかえ2位ですね2位のもの一番多いですねじゃあ2位中心に組んだらいいじゃないとで1位は1位で別にまああの100%万出ないわけではないだろうけどもまあ1個か2個ぐらいは出るよねっていう部分と2位を中心に選ぶにしてもなんですけども特に顕著に分かりやすいのは2列目3と6で2つ出てたりしますよね。 で、他え4列目のとこですが、14と23、2つ出てたりするので、要はまあ、列ごとで、ね、2位の中の同じ同位のもの、もう番号を選ぶにしても、あの、1個チョイスして、次の段、次の段、みたいな感じで、段、こう、どん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 変えていくっていうよりは、1つの列で2つぐらいはチョイスしていく方が、まあ、いいんじゃねっていう感じですね。はい。だからまあ、この答えは、 まあ、いずれ自分が1等、ロート6において当てたときに、まあ、明らかになるんだろうなとか、その時のタイミングとかも、もちろんあるんですけど、やっぱり、こう、どこから選ぶことが重要で、どういう指標が重要でっていうことは、まあ、あの、まあ、山間でね、ある程度こう、試していかないと分からないので、そういうのはやっぱやっていかないといけないかなと思うんですけど、今現状の流れ見ると、やっぱり2位で貼っといた方がいいよねと。 いうところですね。では、えー、この青い表、中身どうなってるのっていうのがこちら、えー。39個の番号で構成されていて、えー、トレンドトップ5の、ここにね、なかあったやつ。削除数字見込みだよというのが、5、7、15、16、22、31、32、40の、えー、8つありますよ、ということでございますから、まあ、ここを、結局は、どう していくか。っていうふうな考え方なんですけど、基本的にまあ僕さっき申し上げた通り、43個の中から37個上手に見つけたら、え6個になると。しかもこの37個ってマストじゃなくていいぞ。例えば10個確実に探します。15個確実に探します。これで全然僕 OK だと思う。それで四4 3の分号は減るんだから、減らせば減らすほど有利になるよね。という話でございますので、要は選ばなくていいよね。 っていう数字を探す方法としては、やっぱりこういう指標を一つ立てました。じゃあこの指標になかった場合これを避けていこうよっていうのが、まあ、セオリーなんじゃないっていう感じです。で、さらに、えー、トップ5の3回以上の出現。えー、ここ今見ていると1と43、えー、最近よく出てますねと。で、さっき申し上げた通り、列ごとに見た場合、特にこの1と43っていうのがまたミソなんですけど、1って1の、えー、1列目か、 ボーナス数字43も7列目かボーナス数にしか出ないんですよね。で考えると4回出現ないよねって考えた場合いやこれ絶対カット対象だね1と43番はもう今回出ないんじゃないっていうふうに踏んだ方が僕はもう絶対硬いんじゃないと思ってます。で、えー、さらにまあ削除しやすい、えー、削除数字があるんならば削除しにくいやつもあるよねっていうのが691118262728303638の10個あるということなんですがで、えー、これはこの青い表 これがちょっとえどっちでかわからんやんっていうところなのでまあちょっと削除するには対象としてはちょっと危ないかなみたいなねえー、感じで、えー、イメージしていただけたらいいのかなと思っておりますではさらにこちらえー、直近10回において 各番号の出現回数に応じて、私、順位つけてるんですけども、ひとまず月曜日からどれぐらいのものが出たんだと。3位、1位、3位、1位、3位、16位、0位。1位と3位多すぎんということで、なぜかでわからないんですけど、やっぱり上位のものがよく出てるというところなんです。じゃあ、1位から3位のもので選べばいいじゃないという話で、こちら、30個、ごめんなさい、31個ありますと。で、ここにない番号。 えー、いわゆる、えー、上位じゃないよねっていうのが12個あると。いうことでございますから、まあ単純にじゃあこの1位か3位の中で選びますと。で、さっき言ってた例えば1と43削除します。えー、削除見込み数字削除します。みたいな感じでどんどん減らしていくと、もしかしたら答えが見つかるかもしれない。 はい、いきましょう、えー。トレンドの5回ですね。超トレンドと呼んでおります。こちらでございます。1947回から1951回までというところで、ひとまずじゃあこの、えー、10回やったと、次5回も見とこうでということで、まあ、僕トレンドの中に答えはあるなと思ってるんですけど、そのトレンドの中の答えを抽出するために5回を見た方がいいのか。はたまた逆に15回。 えー、10回の炙り出すために15回とか20回のもので比較した方がいいのかって、そこは分からないけども、分からないか試してるという状態ですね。はい。で、えー、一応ここ見ていると、えー、ひとまず、えー、荒れかいなんですがこちら面白いですね。えー、10回中では70%起きてたと。じゃあ5回中どうだ ?5 回とも起きてた。今荒れかい貴重だマックスだ全開だっていう状態なんですよね。なので今回だから、まずここで荒れかいが来るのか来ないのかの話をしていくと、 ちょっと来ない感じはするんですけどねなんとなくねただからまあこれは勘でしかないのでどっちとも言えないという感じでございますはいまああとちょっと表戻すとえー、とまあなんか10番スタートが3回あって1の桁スタートが2回あるということなのでまあどうなんですかねなんとも言えないところなんですけどひとまず、うん、スタート値はどうのこうのは分かんないですけど40番ではまあ、うん、1個じゃない 出たとしても1個じゃないもしか出ないんじゃないっていう感じです。ちょっと最近だから、あれ書いきすぎてる。で、40万で出すぎてるっていうような感じなんですよね。はい。まあ、この辺ね。まあ、ちょっと直近5回は、まあ、分析ツールとしてはちょっとまだ難しすぎるところがあるので、まあ、だから10回がなぜかバランスがいいっていうね、不思議なところではありますよね。はい。では、え同じくこちら。 はい。列ごとに見た分析なんですけども、一応、まあ、ま、えー、あ5回で見た場合で最大出現回数で列ごとにどうなのっての2回なんですよね。はい。で、まあ、だから、ま、5回ペースで見るんだったら、まあ、2回ヒットで変更がいいんじゃないまあ、同じく横で見ても、横で見た場合28で、が、えっ、ー、と、4列目と5列目で合計3回出てるんですね。って考えまあ、 うん一つの番号どっかに固定どっかその列とかじゃなくて全体固定するんだったらまあ3回ヒットがまあ今のところ流れなのかなとでさらに同じくこちら緑の表なんですけどまあ直近5回のトップ3ですねで一応ここ見ていたらこれなんか妙にバランスよくてなんか何なんだっていう感じなんですけどまああのー、赤い筋136282335ということで全然この1等狙えるよねという状態なんですよね で、えー、じゃあ、どこが選ぶの正しいのって言われたら、1位から3つ出ていて、で、えー、と、2位からが、えー、と、4つ出てるんですね。で、えー、28が被っていたということで、だから、これだと、だから、むずいんですよね。非常に難しくて、もど、なんか、もどかしい感じで、使い方としてはちょっと、 うーんどっちに貼りなさいが今難しいですね。超あのトレンドで見た場合ね。非常に難しいなという状態でございます。で、一、え、応、ー、こちらですね、中身なんですけど、えー、23個の番号で構成されていて、なかった番号は20個ありますよと。で、えー、2回以上の出現が、えー 30, 28 20えー、30、28、37、43の4つありますよと。で、超トレンドの、えー、削除しにくい数字なんでが、28と30が、まあ、2つの 列に、えー、桁にいるよということなので、このあたり気をつけたらいかがでしょうというような感じ。で、さらに超トレンドの、えー、番号別順位なんですけど、こちら。で、出現したのは6位、6位、3位、6位、1位、6位、6位ということで、6位、ベラボールボロなんですよね。って考えると、一応まあ、毎回申し上げますけども、ここ一応、あのー、赤が、まあよく出てるね。白色の、 順位が、まあ、真ん中ぐらい。で、紫ってちょっと少ないねっていうところなんですけど、一応これ3色で分けると、一応こんな感じになってるんですが、一応だからその削除見込みとして立てる部分で言うと非常にちょっと難しいなっていうところがあるんですけど、やっぱりこちらじゃないっていうところで、一応まあ、あの、単純にここで言うならば、まあ、それはあの、白がよく出てるんだから白でしょ。で、その次赤も出てるから、 赤でしょうとえー、いう感じで紫出ないんじゃないという感じでまあ考えることはできるかなっていう感じですよね。<music> はい、この変化法でございますこちらでございます。はい、一応最新回のものを入れた直近四回分のまあ流れだけ見とこうねということで、えー、ひとまずよく出ているなっていう数字が二十八、三十、四十三ですね。だからあのあんまり四回とか五回で見ても。 その中で出た数字が全く被りませんでしたということってほとんどないんですよね。何かしかで何個か出るみたいな感じで。まあなんか僕の体感的に言うと、あのー、だいたい2つ出てるやつは結構出る可能性高いじゃんって思ってるので、例えば今回注目するやつは30とか、だから43はないと思うんですけど、一応まあ43って感じかなっていうところですね。あとはちょっとわからんな。<laughs> ただ28はないかなって感じしますね。 で出てないねっていうのが、えー、15、えー、32 33、この辺が今エアポケットだよということでまあなんか3233あたり出そうな感じはするんですけどね。 はい。で、ひとまずこちら。え両、ー、隣の数字ね。えー、1だ、えー、は例えにくい、えー、2だったら、えー、1と3が出るんじゃないみたいな感じで、両隣の数字をピックアップしてるんですけど、一応、ここ、長部分省いていくと、こちら。えー、40この番号で構成されていて、15、32、33が、この3つがね、えー、ここにないんだよ、ということで、まあこのあたり、まあちょっと出ないんじゃないでしょうか、というふうに、まあ貼ってもいいし、逆に出るっていう考え方もあるんで、ここら辺、なんから難しいところではあるんですよね。今ね、現状ね。はい。で 解説まとめなんですがこちらでございますまず、はいえー、削除しにくい数字なんですがトレンドのトップ5の10個で、えー、超トレンドの、えー、削除しにくい数字の2つで超トレンドの削除数字見込みこれはまあ,あの逆張りでございます出るかもしれないというところの20個多いねこれね非常に多い <laughs> 多いのが辛いんですよねで、えー、削除見込み数字の、えー、どちらかというと6つ探します必死に探しますっていう方より、えー 43の確実に37個減らすために何とかしようっていう風にね、えー、動きたい方こちら。はい、えー。トップ5削除見込みで8。えー、トレンドトップ53回以上で2つ。で、超トレンドトップ5の、えー、これ出現数字逆の見込みなんですけど、まあ、逆張りですね,ね。23個。めっちゃこれも多いと。で、超トレンドの5回の2回以上出現で、まあ、4つと。で、えー、超トレンドの順位の削除見込みとしては、まあ、15個と。 で変化法で3つあるというところでございます。はいではまああのー、ちょっとねごめんなさい。<laughs> 本当なんかあの鼻水濃くて鼻すする感じがすごく多かったりしたら本当申し訳ないなと、えー、いうところとちょっとなんかね喋りながら頭が回らないみたいなところでがあってちょっと指導どりになってる部分もありますけどもその辺ちょっとご容赦いただきたいなと思いつつまああの今ね現状えっ、ー、と新しい解説というところで、えー、10回そして5回で、えー、要は10回の中に答えがあるはずだからここから何かしらか抽出しようというので今5回やってるんですけどまあ途中で動画でも言います じゃあ20回と10回の比較して、それで抽出するっていうやり方なんかもあったりするとは思っています。うん、はい。なので、まあちょっととりあえずね。どっちにしても何でもかんでもやらないとわからないので、ひとまずやっている状態ではあるんですけど、個人的にあの超トレンドの使い方が。 あのー、数が多すぎて難しいっていうね、えー、側面も結構あるよなと思いつつ、で、あとね、あのー、この間ロトセブンやった時に思ったんですけど、やっぱりまあ奇数、偶数割合の使い方っていうので、ま四、あ、43個番号ありますけど、奇数がこんだけ、偶数がこんだけって、まあ数は決まってるじゃないですか。で、えー、流れで見てたら、まあどっちかが大体三3回、3、三つ3つが大体多いですよね。4つ、2つもありますけども、大体このあたりのバランスだと思うので、 まあだからその基本、だから偶数を基本削除するなんていうね、え、やり方で、まあそのさ、さっき僕が出してる番号たくさん数があるので、まあ要はキス偶数にすれば、まあ少なかずバンと二分化されるので、まあ数の減らし方としてはそういう形がいいと思います。で、え、単純の、まあ偶数ね、え、43の中にもたくさんあるわけですけど、出たとして3つなんだって考えたら、四つ、あ、出てた、4つとか、まあ最悪6つって考えたら、まあ、 別にその運悪くなかったらいけんじゃねっていう、まあその、じゃあ予想って意味ないじゃんって、いや、そういうわけじゃなくてっていうね。えー、予想ありきの、まあキスグスの考え方で番号をこう二分化して、あ、今日こっちしようみたいな感じで、まあその分けていくと。要はその結局数多すぎたら迷うじゃんっていう、その難しいじゃんっていう話になってくるんで、まあ特に、 超トレンドの5回のね、え、長期の方は、まあ、きすぐ数でこう2分かバーンとしてあげると、まあ、面白いことになるのかなと思っております。まあ、ひとまずね、えー、使い倒して、もう分からんくなったらまた、前回成分に戻すかもしれないし、はい。まあ、20回でちょっと新たにね、やるかもしれないし、もうそこ分かんねえっていうね、えー、ところでございますが、ひとまず頑張って、えー、やっていきたいと思います。では皆様、当選結果の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。